どうも、ブルータルマインドチャンネルへようこそ。本日も司会私がやっていきます。はい、このチャンネル長いこと登録してる方なら、前のブルータルニュースで僕見たことあるかもしれないですけど、まあ、初めての人のためにもう一回言いますけど、僕、ブルータルマインドの、翻訳を手伝っている人です。別になんかバンド入ってたりとかはしてないです。はい。今日はですね、このブルータライジンパッケージの第3弾をやろうと思います。第2弾、前のエピソードが、伝説のディエゴ・サンチェスがやってて、第3弾なんでこんな無名のやつがやってんだって思ってる方多いと思いますけど、まあ、あんま向きにならないで、温かく見てくれるとありがたいです。はい、では、ちょっと開けていきましょう。ブルータルマインドからグッズ10回以上受け取ってますけど、やっぱ相変わらずもらうと嬉しいですね。ワクワクしますね。ちょっと開けづらいですね。はい、Tシャツと CD ですね。今回はなんかここに入ってるのが、まずじゃあ T シャツ見ていきましょう。あ、ちょっとこのバンドたちのレビューも軽くしとこうかなとは思う。そんな長くは喋りたくないんで。まずはこれで、これはあれですね、ディスインテグレーション、あのインドネシアのプレディスバンド、いつだったっけ、去年末か今年の頭出たアルバムですね、の T シャツ、ダーハ。この後ろのガルダパンチャシラが個人的に好きですね。はい、次は、シフィリックですね。ブルータルデビューで、バリアのマサディックがデビューしてて、ちょっと個人的に興味持ったんで、CD ごと T シャツ一緒に買いましたね。で、次が、イソファデトミって合ってるのかな？ごめん、発音間違ってたら、コメントで修正してください。まあ、数年前、2年ぐらい前かな、に出たアルバム、デンマークのスラムですね。はい。で、次が、これですね。インヒューマンリシリエンスの T シャツです。デートに行こうかなと思います。で、あ、これですね。ビルレンエクシションの、ビルレンエクシションの、スプリットのやつですね。まあ、これ、ちょっとスプリットの、なんかレビュー動画、いずれちょっと上げようかなと思うんで、今回はあんま喋れないようにしてて。で、次が、ヒステロトミーの T シャツですね。まあ、これ CD 前買って聞いたら結構個人的にすごい気に入ったんで、 T シャツも欲しいなと思って今回買いました。で、次がデトリティフォールですね。オールドスクールデスメタル、ジョクジャカルタの
まあ、あのこの YouTube チャンネルでマサディがレビューもしてますし、まあ、聞いた方も多いと思うんですけど、まあ、あのあれですね、ディーサイドとか、まあ、レボレンテーションあたりの好きな方にはおすすめです。で、次はですね、あのアンビシアルアスピシア、これもちょっと間違ってたらすみませんのあれですね、アルバム T シャツ CD、 これも前買って、個人的にすごい気に入ったので T シャツも買ってきました。あれですね、あのバッドポップとママブコロニゴルポット等々のラリーワンと、あの何だっけ、あインプレメンソフトヘル、あディプルスだ、ディプルスと、あと最近コンデムに入ったプレイトンのバンドですね。はい、次はこれです。ディパワーメントのオブシーンマジェスティの T シャツですね。まあ、ディパワーメントみんな知ってるんで、あんま説明する必要はないかと。で、続いて、ディケイドフレッシュのエターナルミズリーの T シャツですね。まあ、これも去年出たアルバムで個人的にお気に入りの一枚なんで、 T シャツがなかなか発売されなかったんですけど、やっと出てきてんで買いました。で、次がアトロシウスディスクレパンシーの T シャツですね。インドのスラミングディスメタルです。あのスラムワールドワイドと、まあ、このブルタルマインドのチャンネルにも音源出てるんで、あの興味ある方は聞いてみてください。はい、次は これですね、クイッチオブザデスノースのT シャツです。まあ、このバンド、自分名前は前から知ってたんだけど、あんま正直音源聞いてなくて、このブルタルニュースでデニーがあの喋ってるのを見て、ちょっと音源聞いてみたら結構気に入ったんで T シャツ買いました。はい、次がこれですね。ハイエミアのセレブラルセリア名盤ですね。まあ、これもあんまみんな知ってると思うんで身近に。で、最後がこれですね。ずっと個人的にブルデス聴き始めてから欲しかった T シャツですね。カタレプシーのムシリンインディスですね。まあ、これも順番ですね。ついに手に入れました。はい、じゃあ次は CD 見ていきましょう。層が頑丈でいいですね。A few moments later。 はい、CD あのケースに入ってないんで、ちょっとこうブックレットとあの CD で別になってて、まあちょっとじゃブックレット見せていこうと思います。はい、まず最初が、まあさっきあれですね、T シャツも
買ったやつなんですけど、あのエソファゲットミの CD ですね。で、次が、まあ、インドフェクトルメンですね。まあ、インドネシアのキューティティと言ってもいいくらい暴走の止まらない名盤ですね。プロテスプリティケル。で、続いて、これですね、スフィスの新譜、レプブリック・ダッケ・プラザー。まあ、これも、あれですね、なんか独特なデスメタルで個人的に気に入ってますね。で、これもさっき T シャツで買ったセキュリティですね。で、あ、これですよ。あの、ウロ・マサディの新しいプロジェクト。で、ボーカルも結構なかなか豪華な3人がいるんで、チェックしてください。で、続いては、これですね。イメンスのトルチュール・バニッシュ。これもあれっすね。あの、なんか、個人的に初期じゃない。まあ、2000年代のユニークリードルのバンドっぽくて、あの、まあ、ちょっとテクっぽいフレーズもちょいちょい出てきてますけど、そんなあんまピロピロしすぎてなくて、ちょうどいい感じの仕上がりですね。で、次が、これですね。アバンドンメン。あの、スペインのフルデス。これも去年末か今年の頭に出たアルバムですね。まあ、あのデファンジュリあたり好きな方にはおすすめです。で、続いてはこれですね。あのオブファート、カナダのテクニカルプログレッシブデスメタルバンドですね。これあのブルタルマインドの動画でボーカルの人があのなんか喋ってる動画の字幕作ったんですけど、あのこれ聞いた時はちょっとあれでしたね、衝撃っていうか、あ、ブルータルマインドもこうなんかプログレッシブとかテクニカルあたりのバンドに興味持ってんだっていうのはちょっと正直驚きましたね。まあいいアルバムなんで、まだ聞いてない人はぜひ聞いてください。で、次が、あ、これですね。ヒロ・カスミ。インターフェクトルメンのドラマーのソロプロジェクトですね。これも、あの、瞬殺で終わるアルバムなんですけど、めっちゃヘビーなんで、聴いてください。あ、アルバムじゃない、EP ですね。で、これがさっきも T シャツあったんですけど、This Integration のアルバムですね。で、次が、アルスプリートのブッドですね。まあ、あれですね。あの、ディサボーのメンバーがいるってこともあって、ディサボーっぽくて好きです。で、次が、ビルデン・エクシションの、あれですね。デビューではないな。まあ、新しい EP ですね。で、次が、インフェクシュスディジース。これもインドネシアのバンドなんですけど、暴走が止まらなくて好きです。で、あと、これ、クリティカルソードもなんですけど、ちょっと正直まだこれは、あの、アルバム全曲聴いてないんで、これを機にちょっと聴いていこうかなと思います。はい。じゃあ、まあ、これで全てです。まあ、終わる前に、チャンネル登録と高評価をお忘れなくお願いします。ではまた他のエピソードでお目にかかると思いますので、また次回。